フランス一部パリ・サンジェルマン、PSG のアルゼンチン代表 FW リオネル・メッシに対するブーイングを元フランス代表 DF が非難した。2日、PSG はホームでリオンに0対1で敗れ、リーグ戦2連敗を喫した。試合前のメンバー紹介でメッシの名前が呼ばれると、一部サポーターがブーイング。元フランス代表 FW ティエリ・アンリ氏に続き、これに怒ったのが、元フランス代表 DF のエマニュエル・プティ氏だ。スペインメディア、ムンド・デポルティーボによると、同氏はフランス、RMC スポーツに対し持論を展開した、メッシへの口笛はサッカーに対する侮辱だ。今すぐクラブから出て行け、レオ、と助言、メッシがピッチを歩いているという批判をよく耳にする。しかし、バルサの最高の時代でさえ、メッシは歩いていた。メッシはオーケストラのマエストロ、指揮者。彼がリードし、彼の周りにいる他の選手たちが努力しなければならないのだ、と、メッシが輝けないのは周囲の選手に責任があると指摘した。さらに同氏は、カタール W 杯で優勝したメッシ擁するアルゼンチンと比較、アルゼンチンは、レオのために死に、血を捧げる覚悟を持った選手たちがいることで世界王者になった。PSG の問題は、メッシやネイマールのような選手ではなく、このような選手とどのようにプレーするかを知らなければならない、と言及。自身が元フランス代表の至宝、MF ジネディーヌ・ジダン氏と共にプレーした経験を踏まえ、私はジズー、ジダンに走って守れ、というつもりはなかった。彼がオーケストラをリードできるように、私が走らなければならなかったんだ、とも語った、バルセロナ復帰など去就が取り沙汰されているメッシ。周囲から熱い視線が継がれている。